はいはいじゃあ行きまーすはい時刻は2時半を参りましたオレンジカフェの時間です MC は福岡県学年生認知症サポートセンターのセンター長の安倍が務めてまいりますこの番組はギノアンヒルズ通り FM ギノア海の見える素敵なスタジオより 生放送でこの後ではなくて収録で3時までお放送します。<laughs> 皆様、最後までお付き合いくださいね。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797-FM ギノワン .com。また FM ギノワンではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽に参加してくださいね。ぜひ YouTube チャンネル登録お願いします。 また、サイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジカ、マイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて、番組に参加してくださいね。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。今日は収録ということで。はい。はい。はい、そうです。はい安倍さん。どちらにいらっしゃるんですかさあ、どちらにいるでしょうか <laughs> いやこれ画面見たら簡単なんですけどす仙台ですでも残念ながらもうすぐ宮城県は出るところの瀬戸際にいます、はい、あそうなんですか <laughs> はいあの仙台の空港に今日は着いてそこから車を借りてずっと登ってきて、はい、目的地は岩手県なんです岩手県の大船渡と,というところに向かって行ってます<ー>なので今、えー、とちょうど気仙沼って 昔あの気仙沼ちゃんとかいましたよねあの気気仙仙沼沼ですねあの気仙沼のところでちょっと収録をさせていただいてはい、はい、このあと終わったらもうあの気仙沼抜けると陸前高田に入ってその次があの,あの大船渡なのでそういったルートで行く予定になっております。えっとこれは旅のまあ旅というかこの出張だと思うんですけど目的は、はい あ目的はですね、はいあの、ちょうど東日本の大震災があった時に、私はあの九州1ブロックという爽やかな方で、はいあの、大船渡にずっと入らせていただいてきました。それであのコロナで毎月行ってたのが行けなくなってしまって、今回、えーっと、久しぶりにあの伺うことになったんですが、はい、実はあの 市長が前の時のずっと震災の時頑張ってくれた市長が優退されて新しい市長になられたんですね。はいはい、それであのうちの財団の理事さんがご挨拶に行こうと一緒に行こうということでお伺いするっていうこともあってあの行く途中でもございます。はい、はい。なるほど。はい。それでこの気仙沼とかも結構被災地でしたよね。はい、そうですそうです。船がこうドーンと はいはいはい。上に乗り上げてる絵がよく出てたとこなんですけど、はい、被災地です、ここも。はい。じゃあそこを回りながらみたいな感じですかそうですね。あの、 行き方が何通りかあるんですけど、はいあのー、皆さん結構水沢佐市というあの一関からもう一つ向こうの駅から回られる人が多いんですけどうんそうすると山の中をこうループ橋って,てくるくる回っていかないといけないのでうんんちょっとそうではない道で行きたいなというところでんんいつもこちらのルートで行かせていただいているというのがあります。はい<ー>、はいいいそそんんなな感じででで、はい、ですすすすどうかかちら寒いんですかいや寒やくないですよ 今日あの福岡を朝出るときは9度とか10度だったんですがこちらに来るとなんか全然寒くなくてあのいい感じですよあの天気もてただ私が雨を持ってくるみたいなので明日雨ですこっちがはい雨オンですはい持ってきましはいそうなんですねはいそんな感じですそっかでも割となんていうんですかね震災後も結構経ってあまりその今状況も なかなかね報道されないですけど、そのそうですね。東日本の当日とかはね、はい、よく特集とか組まれますが、うんうん、日常ではもも、ね、ちょっとなくなって、はい、遠くなってるんですけどいかがですか、はい、そのあたりはうん、うん。そうですね。はい、あの私も最初の頃ずっと入らせていただいた時とあの現在となるとやはりいろんな建物があの、うん、どんどん建っていったりとか。か ががしてるるところがあるのでそういうところはやっぱりあの違うかなっていうのは思うんですけど、うん、ただやっぱりその辺を考えた時にですねあの、えっと、ちょっと待ってくださいねちょっと待ってくださいね直りました治りましたあの考えた時にですねやっぱりその人っていう人は そんなに変わってないような気がするんですよ、うん、っていうのは東北の人っていうのは沖縄の人と似てるって前も言ったことあるんですけどはい、はい、よくおっしゃってましたよね、うん、仲良くなってしまったら家族みたい、うん、親戚みたいそんな付き合いができて、うん、すごく皆さん優しいです なんか私は震災直後からっていうか9月ぐらいから入ってるんですけど、はい、その時もみんながなんか食べ物くれたりとかでなぜか皆さん優しくしてもらってですね。えー、そんな感じでしてました。はい。えー、で、こっちはあの、えっ、ー、と、三陸って かかりますかねリアス式海岸のところがこれから入っていくところになるんですけど、はい、やっぱりそのリアス式があった分津波がやっぱ大きくなってきてしまったっていうのが、ね、大きくなるんだそうですあのそれでやっぱりその特にあの陸前高田とかもこれが通っていくところは松がすごくいっぱいあったところなんですね、うん、奇跡の一本松っていうのがあの高さの松がいっぱいあったんですよ。うん、なので皆さん津波が来るのが見えなかったんですよ。 えー、だから皆さんあの地震があって大変だから、うん、やっぱり危ないから安全なところに逃げようってだからその道の駅とかがあるところがもう見えないから皆さんそこ,でそこで皆さん亡くなった方も多くいらっしゃったりとか。だ、えー、からやっぱり本当にあの今はそんな話は皆さんされないですけど、はい、もう本当にあの。 その被災があった後ぐらいはどんなことがあっても全部捨ててでもいいから地震があったら高いところに逃げろっていうことを皆さん言われてました。ああなるほど。だからねやっぱ時たまサイレンが鳴るんですよね地震があったりすると。そうするとその当時やっぱ思い出されて皆さん多分辛いだろうなきついだろうなって思ったりすることがあります。はいどうううででしょそすね本当に 被災に遭われた方の気持ちは申し訳るしかないなという感じではあるんですけど、うん、そ,うそうですねだからあのやっぱりその皆さん今買ったばっかりの船が目の前で流れていったってことが原因でうつ、はい、の,の方になられてそこから認知症になられた方もいて<ー>相談を受けたこともありますった、えー、言ってやっぱ。 なん何千万しますよね船って、うん、それが目の前でこうずっとなくなっちゃうわけですよ、うん、そうするとやっぱそれが原因でもうものすごいやっぱこう喪失感になるっていうことがあって今までしっかり働いてたんですけどっていうことを震災直後ぐらい受けたりとか、うん、あとやっぱり震災の時にこうちょうどタイミングが悪かった時期っていうか、うんはい、卒業式とか。 時期だった、ね、3位いうそうすると皆さんこうね逃げ,て逃げるっていうかお家がなくなったりした人は体育館に行かれることがあるですね体育館の中に入った時に紅白の幕があっていっぱい人がいるから、うん、そこにいる認知症の人はお祭りと間違って「うん、お祭りだねみんな嬉しいね」ってやってしまったことで、はい、こんなに人が亡くなってるのに何を言ってるんだみたいな「ここにお前はいる資格がない<ー>出ていけ」みたいな<ー>そんなことがあったりとか。 あとはお家をなくした人がやっぱお家が残った人に対してこう投げかける言葉がすごい言葉があったりとかっていうのは最初の頃ありました、えー、だからやっぱり同じ町内でも笑えないって、うん、笑うとあんた笑ってるけど家があるから笑えるのよねって言われる大変ですねそうなんですそういうところに入っていきましたはいただそれもだから実際じゃあ自分が被災した時に そんなな取らだから、すごくいろんなことが分かりましたよね、うん、逆に、その例えば自分の知り合いがいるところを教えてくれって言っても個人情報があって教えてもらえなかったりとか,とか、例えばそこの皆さんがいらっしゃるあの場所、仮設住宅の時とかに私、入ったんですけど、うん、例えばそこに50世帯があったら届いたものが48個しかなかった、配れないとか。うんうんうん 平等じゃないからか,<は>からとだから本当にそういったちょっとしたことでやっぱ行政っていうのは動けないんだなって思ったんですよ。うんうん、そういう時に私たちの民間の人たちがどんどん入っていくことでネットワークを作ったんですお互いがやってることを会議をしながら話し合ってそれでじゃあここはこうやってできるねこれはできるねっていうことをやってたことを昔やりましたね思い出してきましたたそ、えー、<laughs> そうなななんんですそんなこととがあったかなと思いました。 はい、結構大変ででした思い出としてそう,そうですね最初の頃は帰ってくると心が空っぽになりました。あやっぱりギャップがあるんですよね。行った先はこんな状態帰ってきたそうじゃない。だからやっぱその時に私ある人に言ったんですよ「ごい心が空っぽなんです」って言ったらいやいや空っぽになるからまた入るからいいでしょってそれを入れてまた持っていきなさいって言われて<あー> <laughs> そっかと思って。 あの行けば行くほど何て言うのかなかわいそうな人た私はかわいそうな人たちじゃないのでここにいる人たちがあの何か手仕事をすることで集まればいいなっていうことで、うん、集会所っていうのが仮設にあったのではい、はい、そこに支援員さんも入ってたので一緒に協力してもらって声をかけてうん、うん、みんなで集まってそれで手仕事をすることにしたんですね。うんで その時に例えばかわいそうな人のものを買うって言ったら1回で終わるじゃないですか。それは嫌だったのでブランドっっててていうのをつけてやってました仮説があったとか地の森ってとこだったので地の森ブランドとかあとはみんなが女子学会がいたのでその名前をつけたりとかしてはい、はい、でそれをあの販売してました。 でそれはみんなで分けるとか、うん、あとはお茶をお茶っ子っていうんですけど、お茶っ子の豚に使ってもらうとか、うんうん、そういうふうにやってました。はい。懐かしいです。<laughs> 懐かしいなるほど。分かりました。やっぱね、すごいなと思いますが。はい、じゃあ、阿部さん、一旦 CM いきましょうか、はい。はい、お願いします。はい。一旦ではど、どうします後半は 後半またまさん聞いてくれたらせっかく被災地にいるので被災地のあの今はどうなのかってところに変えていきたいと思。最初の頃はこうだったよっていうのがどうなったかっていうの、はい,は,いはい。わかりました。じゃあ行きます。はい。はい、オレンジカフェでございます。安倍さんよろしくお願いします。僕が取っちゃった。はい <laughs> いいですよ。<laughs> はいあ、ありがとうございます。うん、いつも支えていただき感謝して。はい。あの、はい、今日はあの、今から大船渡というところに帰るというところで、はい、あの、今ずっと前半でお話聞いていただいたんですが、うん、でも途中から皆さんが変わってきたんですよ。うん、自分たちがもらっていくことだけじゃなくて、誰かのために返したい。はい、それがあったのが、私が。 えっと、いる福岡が雨ですごいことになった時に <laughs> 皆さん寄り集まりの方々が住んでるとこで自治会を作ってそんなお金がないんですけど、はい、あのなんかお返しせんといけんって言われてあの皆さん寄付をつって段ボール箱の。 10箱ぐらいですかね、えー、それを自治会費で送ってくださったことがあってうん、うん、あすごいなってやっぱり人っていうのは、うん、もらいっぱなしじゃなくて人に返すことで、うん、自分も頑張ってるんだっていうことを自覚していくってことがあるんだって学んだしはい、はい、あとはやっぱりなんていうのかな行った中で現在はすごく今沖縄とかでもやってる体制整備事業っていう住民の支え合いとかなんですけどそれも大船渡はしっかりと。 最初のだからすごくこうあの海の中海があるのではい、はい、皆さん移動するのにぐるっと回らないといけないから船の方が早いんじゃないかとかいろんな話もあったんですけど、うん、でもそこにいる方を誰かが支えることができればっていう考えがあったりとかはい、はい、すごくそういうのは。 いいなっていうのを見てきて、現在は、そういった活動が各自治会ごとに、あの。なんていうのかな、それぞれの、あの、はい、個性を持ったところで動いたりしてます。はい。えー、今、あの、安倍さんは、そういった、はい、なんていうのかな、えっ、ー、と。まあ、沖縄に入った時に、やるみたいな、うん、その地域づくりとか。はい。はい。その体制づくりとか、そういったことも、やってるんですか。そうです。大船渡は、やってます。 で認知症のことも少し関わらせていただいたりとかして、はいろいろ、はい、オールマイティーにさせていただいてるので、うん、ただ私のとこのエリアは大分と福岡と沖縄と佐賀っていうんですが私はいつもそこに岩手県大船渡っていうのが入って だからうそういう中でみんなこうつながってる中でって思っているのでこの、はい、間のオフナットのフォーラムありましたよねはい、はい、あの勉強あれもあのオフあごめんなさいオフナット沖縄の勉強会もオフナットの人が入ってきてくれてました、はい、ああそうなんですねそうなんですんはいそんな感じでやってますはい。そっかやっぱりこのひんしひ震災当初とこの、うん、まあえっ、ー、と今はい でえーえー、っと、うん、ま町人も結構変わってきてはいると思うんですけどそれ以外なんか安倍さんが感じる変わったっていうとかありますかす、えー、ああのやっぱり皆さんがあの前を向いて考えていくことがすごく増えてるんじゃないかなと思いますここにいろんな人が帰ってきてほしいとかそういうのもあるのかなって思うし、うん、その震災当初の時に中学生にあのどんな大船長になりたいっていう ことワークショップしたことがあるんですその時に先生は「この子たちは被災してる地域の子じゃないから分かんないかも」って言われたんですけど、うん、実際やったらそうではなくて、うん、やっぱり運動そ,っかその中でそうなんですだからその中で子どもたち何に考えたのが将来こんな大人ァになったらいいなって自分の子どものことを考えたへ<ー>そう考えた子たちが今ちょうど20代後半ぐらいになってくるんですよね。 だからその子たちがこれから何を考えていくのかなっていうのをすごい楽しみにしてるし、うん、あとは大事なことを言わせてました一番役に立ってみんなの支えになったのは FM でした、うん、FM ネマラインっていうのがあってそこから流れてくることでみんなが支えられたっていうのもあってやっぱりラジオって大事だなってその時に思ったこ,とがあ、うん、これどんな放送をしたんですかねあ やっぱ状況とかあとはそういうのがないのでそういうことを放送されたんだと思うんですね。あとは元気になってきたらこんなふうになったよっていうような元気になることとかんでみんなが元気になる音楽がかかるとかはい、はい、やっぱその地域にあったっていうことをされてたような気がします。なるほどだから皆さんにとったらあれがあってよかったっていう声も聞いたりしますね。うんはい、ラジオって大事でですすそうよねそれ僕も震災起きた 翌年か翌々年ぐらいからラジオ始めてるんですよ。うん、あなるほどはいなので、よく考えるのが、うん、例えば今、震災、うん、を起きて、うんうん、どんな放送をすればいいんだろうと、要するに伝えるのはわかるじゃないですか。だけど、段ほら僕ら、ふざけた話もよくしてるし、こんな感じだと怒られるのかなとか。いや あのあんまり特別にしないことが安心なのかもしれない、はい、あなんかほらはい、はい、みんな一斉にこう向かっていく方向って大変ですよとかね逃げてくださいとかこうですよああですよってくるからはい、はい、平常な毎日がなくなるわけですよパンとでもそのチャンネルをつけたらいつもと変わりなく時が流れるってホッとしませんホッとするんですかねすると思いますよやっぱりそうん どこ回してもそんなことばっかりでったらみんな探しませんだからビデオ屋さん行って借りるとかあるので、はいはい、やっぱり人間って大丈夫だよって言われても、うん、みんながすごいなってきたらちょっと置いてかれ感があるからでもそのラジオ聞いたらいつもと帰りなきゃ「はいはい、皆さんおはようございます元気ですか?」って「ラジオなんとかです」って言われると、うん、ここは普通に流れてる時間軸ってなんかそうするだけでまた平常に戻れるんじゃないかと思うと思うんですよ。うんうんうん その役割もあるような気がしてて、私マスコミってすごい大事だと思ってます。そういう意味では。最高。はい、ちょっと参考に参考にします。<laughs> はい、はいはい。そっかじゃあまあ <laughs>、はい、一応はこのやっぱりねだいぶ前向きに変わってきたっていうのはあの、はい、なるほどなという感じではあるんですけども、はい、逆になんか変わらんなとかありますか？うん 変わらんなっていうのは、はい、やっぱこれから行政が思い切り変わっていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよ。っていうのは今まで復興ででお金いいっっぱいもらててきてるわけですよね、はい、でそれがどんどん今切れてってるからそれをどう自分たちで獲得しそれをどう生かしっていうところで考えた時に、うんうん、やっぱり今まで柔軟にそれできてるとなかなか変われないんじゃないかなって思います。 そうですよね。うん、だから、そこをこれからみんなで知恵を出し合うときに、私たちも。情報を提供するっていうのは重要な役割ではないかなって思ったりします。うん、あ,あ、そっか、そういった意味では安倍さんたち爽やか財団の役割ってすごいですね、はいうん。そうですね。あの、頑張って。 頑張れって言われてるんでお尻戦いで頑ってます <laughs> <laughs> だってほらやっぱり街を変えるというかっていうのはやっぱりよそ者なんか馬鹿者なんとかよそ者とかってよそ者が入ってんじゃよそ者、馬者、若者です、はい、<や>それ全部私ですあ、違うか <laughs> 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 はい、自覚 <laughs> <それ> <laughs> はい、そうですねでもね、外から見るこの客観的意見ってすごい大事かなと思って、うんうん、しかもそうですね そういうい例えばじゃあ行政が今から変わらないといけないって言った時にこそ、うんうん、そういう客観的な意見っていうのは非常に重要になってくるんじゃないかなとそう,そうですね意外とあの情報っていうのはこれっていうふうにこう、うん、狭めて取るって難しいので私たちはあちこち回るときにこれって持っていくので、うん、その中で今回もいっぱいあのトランクに積み込んできてます。 はい。うん、これを見てもらった、わかるよっていうのとか、そ、はい、れからもまたズームで話し合いしましょうとか、そういうことを提案していこうと思ってます。なんかやっぱりその被災地ならではの、この。はい、なんていうのかな、他と違う悩み的な、この地域として、なんかあるんですか。うん、特徴とか。そうですね。やっぱり、あの若い人が、その時期に出ていってしまっているから。うん 高齢化が強いところもあるしあ、うん、働くことも本当はこの職種持ってるから働いてほしいけどやっぱお金があるからこっちって言ってそういう人たちが集まりにくかったりとかそういうのはあるのかもしれません3分です <laughs> 分 <laughs> ウルトラマンみたいですね言わないためにこんな黙ってこんなしたんですけど ごめんなさい。<laughs> 空気が読めませんでした。<laughs> でも良かったです。あの,あの、本当に大船渡はもう被災地ではありません。是非<ー>皆さんね。んねいいとこだから遊びに来てください。私はそう思います。皆さんが遊びに来てくれていいとこだなと思って住んでくれてもいいし、うん、やっぱり大船渡に来てくれて美味しいものいっぱいあります。 ホタテも美味しいし、えー、あのサンマも美味しいし、いろんなものが美味しいところです。いいだからぜひ遊びに来て、あの、うん、とってもいいところなんで、皆さんが前のように観光に帰ってきてくれたら、やっぱりこれからもっと多くの人が栄えていくんじゃないかなというふうに思ったりします。なるほど、わかりました。はい、あ、はい、結構あれですか。やっぱりその観光ってそのし震災前は結構来てたんですか。はい、来てました。 すごい来てました、ね、はい。お魚も美味しいし人柄もいいし私はいいとこだと思いますなんか勝手なお船と応援団みたいなんですけど <laughs> <laughs> でも本当にねみんなね私がこれから今も行くと、うん、おかえりってうそういうこと言ってくれるところってなかなかないのでぜひあの皆さんあの遊びに行ってお船とで観光してみてくださいはいわかりましたちょっとね、あのーはい、機会があればぜひ行ってみたいなと思います、はいはい 行ってみてください。い阿部さんは沖縄にはいつ戻られるんですか。5月に行く予定で今動いてます。5月、OK。はい。なんかまた生放送もできたらいいですね。はい、はい、そうできたらいいと思ってます。頑張ります。沖縄もきっと走り回ります。<laughs> はい、よろしくお願いします,す、ね。はい、よろしくお願いします。はい。はい、じゃあ、えっ、ー、と締めますか。はい、お願いいたします。<laughs> はいわかりました、えー。オレンジカフェ以上でございます。はい えー、皆さん最後までお付き合いありがとうございました。今日もしメール来てたらまた来週、阿部さんに、はい、読んでいただきたいなと思いますので、はい、今日収録でちょっと放送しているのですいません。はい、はい、ということで、また来週です。阿部さん、ありがとうございました。はいはい、ありがとうございます。それではさよなら,さよなら。ごめんなさい。<laughs> 最近頭が動いてない。<laughs> いやいや面白かったですよ。本当ですか。もう大変 <laughs> もう、ね、でも大丈夫です。はい